山田明義、山田明義、山田明義、明らぎ、天保15年旧暦10月9日、西暦換算、1844年11月18日、明治25年、1892年11月11日は、日本の幕末の武士、長州藩士、明治時代の政治家、陸軍軍人、忌味川はじめ秋隆、後、昭義と改めた。 通称は一の城。郷二陽光祭、京地、関東三人、不伐、空祭など。山田空祭としても知られる。階級は陸軍中将、栄天は正二位、訓一等白爵、明治新期の軍人として、新政府に貢献するとともに、新日本の設立者として、近代日本の法典編纂に尽力したことから、法典博の異名を持つ。 日本法律学校を創立する上で、設立評議員の一人として特に関わったため、現在、日本最大の規模を誇る日本大学の学祖として定着している。長戸国出身、吉田松陰が営む松下村塾に最年少の14歳で入門、最後の門下生となる。25歳の時に、母親戦争で討伐軍の指揮を取る。その際、 西郷隆盛から、あのポアッパ、傭兵の天才で壊す、見事な軍災から、傭兵の妙、神のごしとの名言がある。また、小ナポレオンと称されるほどの傭兵か、岩倉施設団の一員として、フランスを訪問した際、ナポレオン法典と出会い、法律は軍事に優先することを確信し、以後一貫して、法律の研究に没頭する。約9年間にわたり、 司法大臣として、近代国家の骨格となる、明治法典を編纂した。天保十五年、1844年10月9日、長戸国阿武郡椿号東文、現、山口県萩市で、長州藩市である、山田七兵衛兼業、村田光県の子で、山田家の養子となった、山田京野の子、大久美氏、六高百二国、半海群島の長男として生まれる。お 山田又助、また、村田家の血縁でつながる親族に、村田政府、王子、川上愛知、最重家らがいる。兵学者、山田又助の多い家でありながら、幼少期の頃に、性質愚鈍、死で美眼獣、花垂れだるま、ほとんど白痴のごとしと言われていた。安政三年、1856年、松本村の新山直江塾に学ぶ。二月、 おじの又助により、中村九郎と竹内高村から兵学を教授される。3月、藩孔明林館に入って、師範のバーレー活兵から剣術、野牛新影流を学び、文久2年、1862年には、野牛新影流伝中元を得ている。安政4年、1857年6月、松下孫塾に入門した。安政5年、1858年、 吉田松陰から、与山田聖、歌、立志なお、得意俗流とも疑難不死心五行かつつ目前安百年、一瞬時君死も地祖山と立志の目標が書かれた、洗面を与えられる。その内容は、立志は、得意をなお、たと、部、俗流は共にがたし、心護の号を思わず、かつ、かつ、目前の安気を、つ、盗む、百年は一瞬のみ、 君子素参することのあかりである。文久2年、1862年秋に上京し、藩主の聖師である、毛利貞弘の敬語を務めるようになった。同年12月、高杉晋作、草加玄瑞、四字文太、後の井上薫、伊藤俊介、後の伊藤白文、品川矢次らと共に、上位の欠藩書、おて組欠藩書に名を連ねた。文久3年、 1863年3月31日、公明天皇の上位祈願の鴨茂神社行行に際して、午前警護のため毛利貞弘に随行した。4月11日の岩清水、八幡宮への行行にも、同様に随行した。8月18日の政変では、長州藩兵として、堺町拷門の警備を担当し大砲係となるも、後部が大破に排除され、三条、 耳以下七人の尊能上位白行の長州亡命七京王地に同行した。しかし途中で兵庫から大阪経由で京都へ一旦戻り潜伏後に長州へ帰国した。藩から遊撃隊御用係に任命された。慶応一年1865年に不門寺塾で大村松次郎から西洋兵学を学んだ後に大村の意志を継いで 陸軍創設へ大きく貢献する。源氏元年、1864年7月、金門の辺では山崎に婦人する、草加玄髄、牧安尾みらの陣に加わった者の,の長州勢は敗北し、山田も長州へ落ち延びている。8月、大田一の新、品川矢次郎らとお立て隊を創設し、軍艦となって、下関戦争で奮戦するも長州藩は敗北した。 十二月、大幕不況順論の俗論派による、藩支配に対する、高杉晋作の決起、高山寺挙兵参戦し、勝利を収め、俗論派を排除する。また、山田またすけが処刑され、一の城は禁慎となる。慶応二年、1866年、第二次長州征伐では、反海軍総督の高杉晋作から、日野江虎丸の法隊長に任命され、 6月に、諏訪大,大島沖で、幕府軍艦を、奇襲攻撃。7月、小立隊司令として厳州口に転戦、数々の勝利を収めた。7月20日に、将軍、徳川家持の死去により、第二次長州征伐は休戦となった。慶応3年、1867年5月、小立隊と大取城隊を合体した、西部隊の総監に就任。11月、 薩摩藩から倒幕の出兵要請を受けた藩主、毛利高下の命令で、長州藩戦法隊の総隊長として見たじり、現山口県防止を出発し、全軍総督である毛利匠の統制軍戦法隊700人余りと、共に回路で京都に入った。慶応四年、1868年1月、母親戦争の発端となるとは、 不見の戦いで在京徴収藩兵所隊の指揮官として、1000余名ほどの徴収藩兵を率いることとなった。新政府政党総督、忍那寺宮、吉明新能の政党総督副参謀に命じられる。徴収藩勢は、不見口のところで刑を、保護、約1万の幕府軍、遊撃隊を引き払った。その後、山田時下の部隊は、大阪、刑の守備にあたり、4月、 三田尻に凱戦した。その頃、江戸城明け渡しを果たし、上野戦争で、将棋隊に勝利した、新政府軍、官軍は、藍津藩を中心とする、奥上越列藩同盟諸藩との戦いに入った。東北から新潟方面で起きた北越戦争は、北陸道陳武総督参謀になったばかりの黒田、清高、山形有友が騎兵隊を率いて、5月に長岡城を占拠した。 しかし、アームストロング砲、ガトリング砲、エンフィールド銃、スナイドル銃、シャープス銃、軍用カービンで武装した長岡藩兵を主軸とする、西衛兵に手こずり、長岡軍がアームストロング砲で硫散弾を発射して、騎兵隊ら新政府軍の頭上で爆発させる戦術を、用いて、多大な損害を与えた。新政府軍はやむなく、主勢に侵された。 それを克服するため、山田は、千年に、イギリスで完成した長州藩の艦艇、第一堤防に乗船を命じられ、5月に、薩摩艦、犬以降丸、筑前艦、大宝丸も同行し、馬艦、玄華関を出発、越後海域に向かった、山田は山形に協力して、海軍の戦闘を助力した。明治元年、1868年5月、 柏崎を拠点に新政府軍は、奥越列藩同盟の海からの補給路を完全に遮断するために、新潟港を手中に収める必要があったため、山田は、小勢作戦を発案し実行した。この作戦のための兵士を乗せた、輸送艦が柏崎に入港した7月、越後口海軍参謀、陸軍参謀県海陸軍参謀に命じられる。25日、官軍は占拠した。 長岡城を長岡軍に奪還されるが、同日、新政府軍が阿賀の川口東にある松ヶ崎、大部浜に上陸する。その間、同盟軍の退路を立つとともに、新潟の占領に成功する。また、二十九日には再度長岡城を占拠することに成功した。八月末頃、山田は援軍要請のため計に赴いたが、長州藩の衰退で増援はできなかった。 9月4日に米沢藩、9月10日に仙台藩、9月22日に藍津藩が相次いで降伏し、他の東北諸藩もこれに続いたため、新政府軍の戦略計画は変更になった。幕府海軍副総裁、榎本武明は指揮下の艦隊を率いて、江戸を脱出、藍津藩などの残存兵を吸収して、10月に江戸地に上陸する。 江本軍は新政府、函館府が置かれていた五稜閣を占拠した。新政府は江本軍と対戦するため青森に兵力を集めた。11月、青森口陸軍参謀、海軍参謀を含むに命じられる。江本軍、旧幕臣、同盟軍は江戸党政府、江戸共和国を樹立して新政府からの独立を試みた。明治2年。 1869年4月、新政府軍は、函館攻撃を開始、輸送艦3隻、1隻2500名ほどに乗り、青森を出発し、江差し北方の乙部村に上陸する。五両郭の戦いで勝利し、母親戦争は終結した。明治2年、1869年6月、宮中において、黒田清宝と共に、明治天皇に越見。 先行を称される。陸海軍参謀の任を解かれ、新艦政大乗艦政施行による、兵部大進むに就任、長州藩小三事件人を命ぜられる。8月、山口外戦秋吉と改名する。9月、維新の軍港により、新政府から衛星600国の六を貸しされる。しかし、大村増次郎の暗殺未遂により、判明で急ぎ上京をする。 病床の大村より、日本近代軍政の創設について、指示を受け、11月には、兵部所有、小賀の道常と連署で、大村の遺作をまとめた、兵部省軍務の大綱を、大上官に提出した。以後、大阪を中心とした、兵部省確立に尽力する。また、同じ長州出身の前原一世らと共に、国軍の建設を進めようとしたが、 将来の統制が取れず、仕事は停滞する。国軍の建設が進展を見せたのは、欧州視察から帰国した山形有友が、兵部省有、国防次官補に、最後を継ぐ道が県内、進む、局長の次についてからであった。明治3年、1870年、大村の計画に従い、大阪城跡に設置された大阪兵部省出張所と、 東京の本省と往復する日々を過ごす。5月頃から機内限定の徴兵制、かのと羊徴兵志向の政府有力者への働き化を開始する。これも大村の計画によるものであった。9月には、不屈戦争の感染を強く希望するが、河村住吉ら他の兵部省員らも希望したため、将負の停滞を危惧した大久保利道らの指示により許可れなかった。この年、 井上香織の幼女で湯田温泉河原屋の鹿島や清右衛門の長女隆子と結婚する。明治4年、1871年1月、大阪にてかのと通徴兵を開始するも、5月には事実上延期となる。これは徴兵の質、及び指導士官や施設の不足などの根本的な問題のためだった。7月、陸軍少将に任命された。幕末に、 欧米諸国との不平等な条約を改正することが新政府の重要課題で欧米と対等な交渉をするためにも日本は近代法の整備が急務となった。同年11月、岩倉施設団に軍事制度調査のため、兵部省理事官として随行する。サンフランシスコ、ソルトレイクシティ、シカゴを経由し、ワシントン DC に到着。明治5年2月、 1872年3月、岩倉らと別れて、原田一道ら兵部省一行と共に、フィラデルフィアの海軍施設などを見学後、土仏、パリを中心に、ベルリン、オランダ、ベルギー、ローザンヌ、ブルガリア、ロシアなど、欧州各国で軍勢を調査する。ウィーン万国博覧会にも立ち寄り、明治6年、1873年5月、マルセイユ港からキトに着く。 明治6年、1873年6月、岩倉施設団の一員として、欧米視察から帰国する。9月、平和狂気なりと指摘した、上申書、理事官候補度提出、自身が留学中に施行された、徴兵令の延期を求めた。7月、東京賃代司令長官に任命されるが、11月には、同職を解かれ、新国特命全権行使に任命される。 山田本人に渡り清の意思はなく、木戸孝義も大久保利道に対して、同職の解任の働きかけをしている。しかし、新国駐在に至る前の明治7年、1874年2月に佐賀の乱が勃発したため、同職を解かれ、四族反乱鎮圧のために九州へ出張した。四族反乱は翌3月に閉廷し、7月に乱を収めた先行を、 称され、一方で、伊藤博文らの説得により、現役陸軍少将のままし法大輔、次官の職に就任した。以後、日本の近代法の整備に努めるが、帰国以来、山形有友との徴兵霊志向などの、意見衝突によって対立していた山田は、陸軍少将の肩書きのみで陸軍に、実質的な地位はなく、政府内で微妙な立場であったため、方向転換せざるを得なかった。 明治8年、1875年9月、刑法編参員長に就任する。明治10年、1877年3月、西南戦争勃発により、司法大輔を辞職する覚悟で単身京都に出張し、鎮圧出生を困難する。木戸高吉らの協力の末、別道、第二旅団長として、出生を命ぜられる。同年9月、西南戦争終結し、 同年11月、選考によって、軍に等を賜る。明治11年、1878年2月、刑法総安審査委員として、旧刑法、明治13年交付及び、知財法、明治13年交付、後の刑事訴訟法の返済に従事する。同年11月、陸軍中将に任ぜられる。明治十二年、1879年七月、 長男、山田金吉が誕生する。9月、三義健康部教に任せられる。11月、神戸大学校第一回卒業式で、卒業生一人数人に証書を手渡す。明治13年、1880年2月、千人三義に任せられる。3月、長男、金吉が死亡する。明治14年、1881年10月、 三義県内務卿に就任する。明治16年、1883年4月、東京府の都度重なるこれらの流行などを受け、衛生上の理由から、東京府知事、吉川県政に対し、水道公挙等改良の議を自立つ、神田下水着工の短所を開く。同年12月、内務卿を辞任し、司法卿権三義に就任する。以降、法典編纂事業を主導する。 裁判官の資格制度を整理し、判事登用規則を実現させることで無失格の縁故採用を廃止し、法学教育を受けた人材を採用する法制が具体化された。明治17年、1884年、勲功により、白尺を除釈。明治14年、1881年の8月から9月頃に、山田独自の憲法草案である憲法試案を、 左大臣、アリス川の宮たる人と新に提出し、さらに改定したものを、右大臣、岩倉智美に提出した。山田が憲法試案を出した、同時期には、菊池小太郎、黒崎大、四郎、伊藤藤太郎らの大日本帝国憲法総案、山形有友の命を託されて、青州が起草した憲法総案などがある。しかし、 それら以前からいくつもの独自の主義憲法が挙げられていた。代表的なものに、明治3年、1870年、大木民平の建国法意見書や江藤新平の国法会議案、明治5年、1872年、木戸孝義の命を託されて、青木修造が起草した、帝国第二本正則や民選議員、仮規則及び議事上院略記、明治10年、 1877年元老院、日本国憲案、明治13年、1880年、国憲草案及び畜前協愛講習会による、大日本帝国憲法見込み書き草案やもとだ、長ザネの国憲大綱などが挙げられる。当時の伊藤党決定については半然としない、部分が多く、三位であったものの中で少なくとも、佐々木隆之、大北加藤、山田明義は、 伊藤の憲法調査に対して会議的ないし、反対であったと言われる。また、右大臣の岩倉智美も、当初極めて消極的だった。そのような雰囲気の中で、伊藤党が実現したのは、井上織の影からの働きかけがあったものと、考えられている。佐々木が記したもので、同年11月23日に、大北加藤、福岡皇帝は、井上の監督に呼ばれ、 井上から伊藤道の了解を求められたという。伊藤の欧米出殺後、井上岳氏、伊藤美代子、金子健太郎らは憲法起草に参画し、明治22年1889年2月11日に大日本帝国憲法、明治憲法を交付することに至ったが、明治初期の日本はまだ法典が整備されておらず、民間が成熟しきっていない、無法地帯の国家であり、 日本の憲法制定に大きく携わることとなった、ルドルフ・フォングナイスと、ローレンツ・フォンシュタインの言及に、その頭脳の中には、王職人には、憲法は、不適当なり、むしろ生意気なる諸行なりとの観念を有したるがごとし、との言葉がある、明治十五年、1882年に当人について学んだ、伊藤美代氏の意見である。憲法は、国民本に託されたものであり、憲法が、 国民の権利を決める、保障するものではないことを示している。明治18年、1885年12月に内閣制度が発足し、第一次、伊藤内閣で初代司法大臣に就任する。明治20年、1887年、第二本私立衛生会会頭に就任し、10月には外務省が一時所管した法律取調委員を、 再び司法省に戻した法律取調べ委員会の委員長に就任する。民法はフランス人のボア・ソナードが、商法はドイツ人のロエスレルが原案の起草にあたり、法律取調べ委員会では民法、商法、民事訴訟法などの草案が審議され、山田が議事を整理するほど事業に明け暮れた。明治21年1888年4月、引き続き、 黒田内閣の司法大臣に留任する。12月に民法、商法の各法案を黒田首相及び内閣に提出した。司法大臣として法廷整備を進める中で、日本の人種、習慣、風俗、言語など国家成立の要因、すなわち国体を明らかにするため、その基礎となる国典の研究の重要性を認識したことにより、明治22年、 1889年1月、高典高級書署長に就任した上で同書の改革を進めた。10月4日、同書内に日本古来の法と外国の法を研究する教育機関として日本大学の前身である日本法律学校を創設した。12月、引き続き第1次山形内閣の司法大臣に留任する。明治23年。 1890年4月、民法中の財産編、財産取得編、債権担保編、証拠編、民事訴訟が交付される。7月、公典高級書内に、国文、国史、国宝を研究する教育機関として、国学院を創設した。貴族院議員にご選される。10月、民法人事編、財産取得編中造よ、遺贈、夫婦。 財産契約が交付されるも、民法で出て、ただたか盲部との民法転論争が巻き起こり、施行が延期される。12月、商法施行延期の責任を取って二度にわたり、司法大臣の辞表を提出するが、遺留される。山田が力を注いで、返産事業に携わった民法、商法、民事訴訟法は、明治23年、1890年に交付されたが、 欧米と日本では習慣が異なり、特に民法は日本の伝統、習慣に合わせてから施行すべきと、右延期派の主張で、いわゆる法典論争が起きる。この論争で延期派の勝利となり、明治25年、1892年に議会の秘訣により、民法、商法の施行は延期となった。山田が直接関わった民法、商法が施行されなかったとはいえ、死没後、 明治三十一年1898年に新民法、明治三十二年1899年に新商法が施行されたが、旧法という検討のもととなる原稿、原案なくしてはその後の新法の実現は見なかったと考えると、山田の近代日本の成立に残した功績は大きいものと言える。明治十四年1891年2月、 司法大臣に復職する。5月、第一次、松方内閣の司法大臣に留任する。直後に、ロシア帝国の皇太子、ニコライ、後のニコライ二世が襲われて負傷する大津事件が発生し、犯人、津田三蔵への死刑適用に奔走した。6月、病気療養を理由に、司法大臣を辞任する。以後、翌年まで三崎の別荘などで療養と謹慎の生活を送る。 明治25年、1892年1月、数密古問館に就任する。同年11月、田島、兵庫県北部にて、幕末の幾野の変に敗れ21歳で自陣した、最重慶の川上弥一、変名、南八郎、騎兵隊、第二大総監の最後の地に混流された石踏みに、参拝した後、幾野銀山を視察中に卒倒し、そのまま立つことができず皇居。 去年十九、生二位。君一等旭日投下大受賞。法名は、秋田大殿、釈義信空祭大孤児。葬儀は母、鶴子により、仏葬で営まれたが、本人は、生前から真葬を希望していた。それを組んでか、皇天皇級所の有神によって、皇天皇級所葬として、新式の葬送も行われた。墓所は、東京都文京区大塚の国寺。 日本大学豊山高校所在地にある。昭和54年、1979年、日本大学が見学90周年を記念し、山口県萩市の誕生地に、秋吉園が設けられた。園内には、山田秋吉先生の像などが設けられている。日付は、明治5年までは旧歴。参考、日本大学編、山田秋吉伝。 1963年、非売品。1870年、明治3年に、鹿島や、旧右衛門の長女、井上香織の幼女竜子と結婚し、一男一女を設けた。近吉の溶接後、秋吉の時計、川上繁栄、1847年から1906年、の息子の久を、1871年から1897年、が、先定相続人となり、 1892年、明治25年の秋吉の死後に、伯爵位を継ぐが、若くして死去した。繁栄は、最重姉妹にあたる川上八一の妹、梅子と結婚して、川上家を継いでいたが、久男の死後に、山岳へ戻って自ら、後を継ぎ、三大伯爵となる。繁栄の後は、藍津松平家より、松平片森の三男、秀夫。 1875年から1945年を、秋吉の長女の梅子、秋吉氏後、隆子が養育の婿にとって継がせた。秀夫は、陸軍不評中佐に進み、病のため現役を離れ、貴族院議員を務めた。秀夫の長男、剣定、五代白爵は、日本大学法学部教授を務めた。秀夫の次男、貞夫は、インパール作戦に参加し戦死した。 陸軍隊である。検庭の姉、千代子は、薩摩二郎八の最初の妻である。秀夫は、五歳の信子、柳沢三国の娘との間にも、かずめ、緑を設けている。検庭の息子、健貴は、日本大学芸術学部映画学科で教授を、務めている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。